それ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島の組も元を正しゃ堂島組の系列。堂島宗平ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ。殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は。信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。はなるほど。愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために？東城会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東城会は取れん。女が消えたら案の定動き出した東城会の人間がおった。それが日教連のセラや。あのセラを動かしたんは風間とセラのつながりは。セラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。あ、なんだと。それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば。真島、お前もう牧村ま、そん代わりあのお嬢ちゃん立花不動産から取り戻してわし、それさえうまくやったらお前登場。お前惚れとん。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ兄弟。ふん、女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。せやったらその兄弟分、錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな真島ちゃん。女は殺さなくていい。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやからええ話があるよ。ただのピエロ、ちゅうわけか。おい、落ち着けよ。負けてきれんなら、もうパチンコなんかやめろって。うるせんだよ。おい、おい、てめえ待てよ、こら。なんか、こいつヤバくね。バカやべって。肩ぶつけたろが。謝れっつんだよ。
でもええ。は？好きにせえや。マジかよ。おれ上等じゃねえか。あ、よっしゃ、俺にもやらせろ。あらあらあら。いらっしゃいませ。ありがとう。おい、待て。誰だてめえ。真島言うもんや。堂島組の錦山、来とる。え？錦山。いや。ああ？て。錦山おらんのか。うるせえ。おめえもういいから帰れ。おら、消えろっつんだよ。よせ。そいつは真島だ。お前らの手に負える相手じゃねえ。真島って真島五郎ですか。3年前島の組から消されたって話。あんた誰。風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある。あんたには関係あらへん。俺がお前の言うこと聞く。なんやと。お前は登場会から抹消されてる。ええ加減にせ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前上等や。お前らはいい。
マジマ、場所を変えさせてもらうぜ。こない小汚い事務所でよう言うわ。俺が面倒見てるビルでな、好きに使わせてもらってる。お前の死体がほんまにあんた一人でよかったんか。それじゃつまんねえだろ。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。派手に行こうじゃねえか。追っ始めようぜ、マジマ。行くぞ、マジマ。
来ない化け物が風間組におったんか。柏木さん、ええとこに来たやないか。錦山、うん、さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。俺と揃いにしたる。俺にそんな真似さす。セレナって店だ。天下一通りにセレナって店がある。西山さんはよくそこで飲ん。そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。良さそうな店や。ありがとうございます。帰るよ。なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。実際、よう来るんか？ええ。誰だ？真島雄門。あんたの探してる男だった。俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠。その子は立花不動産の桐生と一緒におる。真島って言ったか？ああ。俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられた。登場界に復帰したってことですか、真島さん。まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ。あの子を守るためって言うたら信じてくれるか。何？お前の兄弟分はどこや。牧村誠どこに隠しとる。錦山君、
お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何がわかんだよ。今ので何もわからんようやからお前は俺に勝てんのよ。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。レーナ下がってろ。やめて。やめてほしいんやったら言えや、錦山。キリュウはどこや。待って、あなたが探してるのは。ん？よせ。彼女なら姿を消したわ。もうキリュウさんの元にもいない。なんやと。錦山君も今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその…
ほんまなんかその話。3時間くらい前だ。彼女の兄貴。ちょっと待て。なんなんや、誠の兄貴。知らないのか。立花哲。立花不動。なんやと。二人は中国残留孤児の二世で、10年前に中国で一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してた。牧村誠の方も。ずっと兄貴を探していたらしい。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。気がついた時にはあの子は姿消してた。最後に女見たまど西公園のホームレス街。そしたら今頃街を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子は。あんた、さっき。ああ、だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。くそ。いらっしゃいませ。ありがとう。